これ、いつ終わるんだ、この、俺のなんか無限の、無限のこの生活は一体いつ終わるんですか。大丈夫か、ちょっとなんか、こいつらなんか病気になってんじゃないの、なんかもう。よくわからん、板持って遊んでるぞ、こいつ。頭がおかしくなってしまったんだろうな、多分。かわいそうに。とりあえず、また量産だ。宇宙遠征の資金を作る。え？え？1、10、100、1000、万、10万。10万ドル集めて YouTube ランキング2位より先に、邸宅を宇宙に打ち出そう。は？え、なんかこれ頭おかしくなったんだけど、こいつ。ちょ、待って。こいつ動画が作れなくなった。一回これ、多分終了しないと無理だ、これ。なんか不思議な動きを見せ始めたな。なんかの前兆なのか、これは。このパソコンは何をしてんの、一体。なにこれ、パソコン壊れてないか、これ。普通にパソコン自体はできるのか。でもなんかゲーム動画はなんかできないみたいなイメージだよね。イベントへの招待。わかりました。青髪だ、一君ぶっ壊れちゃったよ、もう。人間ってやっぱ簡単に壊れたりするんだな。休ませないと。まあ、休ませないんだけどさ。資金貯めなきゃいけないのか。案件しまくるしかないよね。チャットしたい。うせろ。お？マリアーナ！おい！話しかけられない。マリアーナいるぞ。なんか口元がピクピクピクってしてる、なんか。これ、ぶち切れてるわ。じゃあな、マリアーナ。プレスのためにポーズ。あ、うざっ！おい、なんか俺、ツーショットになっちゃったね。あ、なんか塞がれた、ひどい。ひどい。俺、YouTuber ランキング2位なんだけど、一応。こんなひどい扱い受けちゃうの？昇竜拳！あ、なんかレベルが上がった。あー、よかったね。面白いけど、もう少し短くしてくれないかな。もちろんです。登録者めっちゃ増えたくね？俺。てかさ、登録者もう1位だろ、さすがに。240万人いるぞ、だって。もうナンバーワン YouTuber になってんじゃね？登録者260万、すげえ、なんか。おい、1位だ！来た！おい！おい、YouTuber、おい、1番にふさわしいのは僕になったぞ。しかも無所属、かっこよすぎやろ。じゃあ、宇宙遠征の資金貯めるか。1、10、100、1000万、10万ドル。1、10、100、1000万、まだ1万ドルか。まあ、ほっといたら貯まる気がするけどな、このまま。動画作成向上してたら。プレゼント企画はもうやめよう。空箱プレゼントしとけ。もう。多分ね、俺の動画ね、くんさん本人が動画出ても、再生数全然取れないから、見てこれ。俺の動画さ、1、10、100、1000万、19万再生なのよ。でもさ、他の人の動画も120万回再生とかなのね。もうなんかもう話になんないって感じになってる。俺動画出さない方がいいよ、むしろ。むしろ迷惑って感じ。むしろ俺の動画見たことによってキャンセルすら、もう解除もあり得る。あ、でも一応まあ2000人登録してんのか、新しく。一応じゃあやる価値はあるっちゃあるのかね。でも投稿数じゃないからな。再生数とか、いくら金もらえるかがもう重要な段階になってきても、登録者数なんかぶっちゃけもうどうでもよくなってきてるんだよね。あれ？どっか行っちゃった一人。一人逃げたぞ！おい。おい、動画編集が一人逃げた。一本あたり500、まあ、500ドルもらえるとしたら、200本動画作ればいいのか。あ、まあ楽勝だな、それだったら。200本作りましょう、とっとと。パソコンは壊れるわ、人間は壊れるわ。ふざけた状況だな。どこ行ったんだよ、マジで。逃げ出したぞ。まあ、逃げたら新しい、ポケモンと一緒よ。逃げたら新しいの捕まえりゃいいだけ。ダンスウィークリー、フレンズ仮装パーティー。え、こんなパーティーいろいろあったんだ。俺全然パーティー行ってねえわ。行ってみるか。VG、1000ドル。ちょっと無駄遣いしてみた。これで俺も陽キャになれる。お、OK、VG のパーティーに行けるぞ。お前ら俺パーティーに行ってくるから、陽キャになってくるわ。お前ら家でよろしくな。あの、みんな、このお姉さんは、こういうお姉さん好きだぞ、俺。ちょっと遠いけど。デート行かない？ 14 分あんの、これ。好き放題できんな、これ。くんの動画が大好き。え？そうなの？なんか購入できるっぽいぞ、サガゲームイヤーって。こんばんは、当社の限定商品お望みですか？ゲームの一つで1000スコアを獲得する。あ、なんかゲームプレイできんのこれもしかして。え？なんだこれ？安全移着仕様。右と左の矢印を使って移動し、スペースで加速。はい。ん、ご？え、これ、ちょ待って。あー、これ安全に着地しろってことか。ははは、ちょっと待ってよ。もう一回やろう。違うゲームか。すべてのエリアン激化せよ。方向キーで移動し、スペースで武器を発射。ちょっと待って、これ、幼児向けのゲームじゃねえの、これ。また増えた。
いつになったら終わるんだこれ。あ、2本になった今度は。なんかどういうことこれ。タイムが0になっても終わんない。あ、終わった。商品を受け取る。あー、これで大丈夫だったんだ。欲しい？あ、じゃあ一応もらっときます。ゲームの一つ。またゲームさせられるのか俺。分かった、やってくれやってくれ。同じ色のドットをつなげよう。また違うゲームっぽいな。あ、はい。レベル完了！やった！嬉しいね。あ、すごい。嬉しい。おー、すっご。オッケーオッケーオッケー。いいね。うわー、すごい。これは興奮するね。最新作のゲーム違うな。映像美っていうかさ、そういうのがあるよね。これはいくらでも出せるわ。これやばいんじゃね？もう時間1秒だぞ。あ、はい。あ、商品もらっていいっすか？もう帰るんで。チンパンジーの知能テストみたいだったね、なんか。もう一個買えるらしい。またポイント高いゲームなのかな、本当に。ちょっと、またこれやんの？チンパンジー取ったのよ。はい。じゃ、商品を受け取るとか言ってた。商品買う権利だけだからな、これ。そこもうざい。もう帰ろ。おい、俺をここから出してくれ。7分間待つのか、これ。一回ちょっとこれ終了するか。あ、帰れた帰れた。え、全然人気じゃないじゃん、このゲーム。意味ねえわ、マジで。え、意味35しかこれ、トレンドじゃないぞ、これ。いや、俺がトレンド作り出すか。まあ、俺じゃないんだけど、プレイするのは。あ、帰ってきた帰ってきた。おい、大丈夫か？なんか、困ったことあったら言えよ、俺に。じゃあ仕事しろ。よしよし。一人奴隷が帰ってきたわ。いや、つまりこれみんなに言いたいことはね、これぐらいしないと1位になれないってことなんですよ。よし。じゃあ買い物行ってみるか。ちょ、服買おうぜ、服。服ショップ。んー、どの服着よう。迷うなぁ。陰キャ感ある感じがいいなぁ。ズボン。いやな。ちょっと、買ったわ、いろいろと。新しい勲章を見てくれ。これでしょ？ダッサ、そうやって被んのかい？これひどいなぁ、これ。やっちゃダメなことやってる気がする。これはダメじゃないのかな。外で歩けないかな、これはちょっと。宇宙行くんだし大丈夫だ、これは。あ、逃げやがった。俺が作るかしょうがねえから。これが YouTuber の現実だ。よくできたシミュレーターだよな。この通り、この通り。だいたい合ってる。ヒカルもこんなんやったんやろうな、多分。リビング通路でしかないね。まだちゃんみや安置してる。なんか佇んでる、なんか怖い。何しに来たんだ一体。またマリアーナの手先か。今夜映画に行かないか。いや、やめとくわ。あ、お互いの関係について考えたんだけど、先があるとは思いか、あ、誰あなた。そういえば MCN 入ったら広告の単価上がるんだったな。おい、MCN 加入させてくれや。これ加入してやるわ。むしろありがたいやろ。加入したんやから。ほら、加入してやったぞ、俺が。オッケー。MCN 入ってやったわ。ネクステージっていうとこ。確か 20% ぐらい確か上がるはずなんだよ、MCN に入れば。いいね。儲けれるね。MCN に入ったら。現実世界と違って。MCN のクソだるいイベント行ってくるわ。ネオメタルプレゼンテーション。ああ、ね、MCN 向けのプレゼンテーションか。帰ろ。何言ってるかわかんねえわ。プレスのためにポーズ。しょうがねえなぁ。きめえ！もう帰ろうぜ。あ、でも多少増えてるな、確かに。なんか再生数の単価。だって2000ドルだったら、あと25本でいいはずじゃん。25本作れば終わりだぞ。ネットワーク依頼。再生数1、10、100、1000万、10万。あー、一応うちのエースにやらせれば大丈夫っすよ。クソゲーだったら知らんぞ、でも。うわ、クソゲーじゃん。こんなんのレビュー動画出してもしょうがねえわ。100万再生いくわけねえ。釣りタイトルにしなきゃ無理だぞ、これ。引退することにしました。多分これだったら多分タイトル釣れるわ。頑張れ。何？再生回数10、100、1000万、10万、100万。またわかりました。受けますんで。え、コラボ動画でまたタイトル釣れるやつにするか。これでいこう。マジきめえな。ダサい。いや、ダサいっていうレベルじゃなくない？なんかもう、もうなんか恥ずかしいよね。なんかもう。ネットワークイベント、またかよ、ネットワークイベントも。よくやったな。顧客が増えるか見つめ。オッケー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 。また今度依頼来た。わかりました。え、やりますんで。やばい。もう激務になってきた。マジでやばい。もう、俺もわかんなくなってきた。もうわかんなくなってきました。どうすればいいかわかんなくなってきて。もうチャットいいから、もうふざけんな、もう。
なんだよ、チャットチャット言ってよ、マジで。もうイベントなんか行きたくないよ。チャットしない。もう帰ろ。来てる場合じゃないです。人少な。マジ俺を客寄せパンダとして使ってるんだろうけど、マジほんとしょうもないからやめた方がいいよ。これイベントってほんと無意味だからね。こういう公式イベみたいなやつって。それよりオトジャに金積んでやってもらったがまだいいわって感じ。前に出てくんな、おい！おい！ナンバーワン YouTuber の前に出てくんな、お前。また依頼来てんの？毎日案件させるつもりかよ、お前は。わかったわかったわかった。はい。攻略動画、いきなり攻略動画作って大丈夫かな？大体いきなり攻略動画作ると反響が悪いんだよね。嘘攻略になるからさ。よくあのタイアップ動画であるあれだよ。あの、なんか台本読んでるんか、こいつみたいな。このゲームは、とても戦略性に優れて、なんか画像も画質もすごい綺麗で、まあ、自由度の高い、まあ、ゲームなんで、まあ、すごくね、まあ、やり込みがいがあるのかなというふうに思います。ということで、インストールの方よろしくお願いします。まあ、インストールはするべきなんだよな、でも。あ、コンピューター壊れてしまった。うるせえ。やってのけた！誰よりも早く宇宙データ時に引っ越すための金を集めたんだ。そこに何があるかわからなかったけど、早く見たかったのを覚えてる。永遠ナンバーワンだ。マジ？じゃあ行けるってことか、俺、宇宙に。よし、宇宙行くぞ。移動！おお、なんだこれ。なにこれ、これ宇宙なのこれ。宇宙に行った意味はなんだこれ。なにこの、このぐるぐる回ってるやつ。え、なんだこれ、どここれ、宇宙これ。え謎展開すぎてちょっと僕にはよくわかんないんですけど。ええ、消えた消えたぞ消えた。おい、じゃあ空高く消えてった。え、じゃあ、ショーク FPS どうなっちゃったの？宇宙に消えたぞ！ということで、不思議ですね。どうしてこうなってしまったんでしょうかね。ということで、なぜだかわかりませんが、星になって終わってしまいました。皆さん、YouTuber's Life、どうだったでしょうか？私は終わり方がよくわかりませんでした。ちなみにね、これね、次は、プロゲーマーライフってやつが出るんで、今年の秋に。だからそれをね、ちょっとやっていこうかなと思います。次は。これの同じようなシリーズとしてね。で、まあ、この YouTuber's Life 枠なんですけど、なんかまた別にね、ちょっとわかりやすい系のゲームやっていこうかなと思います。ちょっと BF とかね、わかりにくいゲームなんで、PUBG とか、シミュレーションとかじゃなくて。ということで、おお！あれ？内装あんま変わってない。宇宙！ YouTuber たちのフロンティア。そして最初にたどり着いたのは私だったんだ。ふははは。これで私がナンバーの YouTuber になった物語は終わりさ。宇宙邸宅を持った今、私には新しい目標がある。大きなチームを率いて頂点に居続けること。すべてのゴールは達成してきた。まだやるべきことはもうねえよ！終わりだ！ということで、ありがとうございました。これで一応ね、ゲームとしても調べたところ全クリらしいので、おしまいになります。100万登録者も差をつければ、もう、後に追従してくる人はいないでしょう。ということで、くんでした。バイバイ。実況を見ていただいてありがとうございました。